レッズにとってアルビレックスはリーグ戦で14試合続けて負けなしと相性のいい相手、しっかりと勝ち点3を手にしたいところです。日本代表のザッケローニ監督が見つめる中、まずはレッズが攻めます。前半5分、こぼれ球を狙ったのはディフェンダーの牧野。8分、今度はアルビレックス、昨シーズンまでレッズに在籍した田中達也がミドルシュート。いや、これは入ってって言って打ったかもしれないですね。はい、特別な、ね、思いが。サイスターでやっぱ決めたかったと思いますね、田中達也はね。さらに17分、レオシルバがクロス。阿部がブロックしたボールはあわやオンゴールでしたが、レッズポストに救われます。20分、レッズは森脇がドリブルで持ち上がりチャンスメイク。こぼれ球を宇賀神がシュート。しかしキーパー東口がセーブします。4万人を超す観衆が見守る試合は0対0で後半へ。後半13分のレッズ、途中出場の原口が積極的に狙います。しかしこれもキーパー東口がセーブ。さらに17分、今日で J1 出場200試合目となる柏木が興梠にパス。これを見事に決めました。興梠の今シーズン9得点目のゴールでレッズ先制です。興梠見事ですけど、はい、重たいゲームの中でね、冷静にこのラストパスは見事だったと思いますよね。丁寧なパスですね。浮かすとこもうまいですけど、ここのパスをやっぱ出したというところですね。はい、この興梠のゴールが決勝点。レッズは真っ赤に染まったホームで勝ち点3を手にしました。